今日は崇源夫人お香のお墓の前でお稽古いたします。高野山で最も大きい畳8畳分の大きな墓石でございます。立前のお稽古についてですが、一度行ってその後24時間以上空けないというのが大原則です。時間は短くても構いません。一度あたりが5分でも構いません。ただ間隔が空いてしまうと体の状態が元に戻ってしまうので、1日1度24時間以内にもう一度行うというのが原則です。この動きは調息寧心といいまして、息を整え心を安らかにする調息寧心という動きでございます。指を軽く組んで引き上げて、今度引き下ろし、手を反転させながら持ち上げていって、そこからふっと離していく、これを繰り返します。シンプルな動きを繰り返す、これが大切です。次の動きは左右回球といいます。左右に手を開いて弓を引く動作という意味ですね。この弓を引く動作の時は剣指といいまして、人差し指と中指を揃えて、で残りの親指と薬指で円を作り、残りの手のひらに、残りの拳の上に手を置いて、で弓を引く動作を行います。これに下半身の動きがついていきます。足を上げてわずかに沈み、そこから足を開いて弓を引く動作。しばらくキープをして戻ります。反対も同じことを行います。左右対称に行います。立前は、ただ単純に立つ、あるいはゆっくりとしたシンプルな動作を行うということを、何回もしつこく繰り返すものです。でその中で、慣れていって、でリラックスというものが分かってきて、そして、スッと立てるようになる、楽に立てるようになるっていう、そういうものですから、気長に、繰り返すようにしてくださいね。何度も言いますが、間を空けないということですね。蓋を開ける稽古、蓋に触れる稽古っていう言い方が楽器の練習なんかではあるようですけれども、例えば、毎日ピアノの蓋に触れるだけ、ピアノの蓋に触れるだけ、それだけでも、体が習慣化されていく、そのことに意識を向ける、それを繰り返すっていうところが実は大切なところです。